マリリン、アリリン、チャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、ミニチュア実験コーナーのアリリンです。はい、今日作るのはこの子、可愛いでしょ。この子を作りたいと思います。これは粘土で作ってあります。では作っていこう。材料はこちら、ペイントマーカー、白、サインペン、または絵の具、普通のペン、トップコート、爪楊枝、粘土、以上です。はい、ではやっていきたいと思います。まずは粘土、何でもいいです。私は今ね、紙粘土を使っております。私は絵の具出すのめんどくさいのでこっちにしたんですけど、マリリンがあのこっちの色で作ってみてほしいって言われたので、こっちの色で作っていきたいと思います。その後とかはあのこれペイントマーカーの白でやりました。よいしょ、もうちょっと色つけた方がいいね。ピンクとかちょっと、お、いい色になった。よし、はい、できました。こうしたら乗せるやつ使うかなって思ったりしてるんだけど、本当はこの作った目的はそれのあのマリオのねやつなんだけど、あのこんなミニチュアのやつあるんだと思って、それであのこれ作ったんだよね。頭の部分がね一番難しい。頭の部分が大きいかによって、あの下の部分がちっちゃすぎると四角にできないから。ほい、できました。次はね、この下の部分作ります。これ手につかないって書いてある。しっとりした、
豆と形とかは自由なので大きくやったりしてみてください。またトップコート塗ってそれを何回も繰り返します。よいしょ。じゃあもう一回塗るよ。Twitter、Instagram もフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。あー催眠事件発生。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。